い、どうもこんにちは、ともきんこと、ともがいりょうたです。今日はですね、結構迫力があって使いどころがある技なんですけど、数巻き舌について紹介していきたいと思います。数巻き舌って聞いてもあんまりイメージが湧かない人って多分多いかと思うんですね。だから実際に今から音を出してみたいと思います。では数巻き舌こんな感じになります。マイクを通して音を出してみると、っていう感じの音になります。はい、いかがでしたでしょうか。この音を聞いてもまだピンとこない人多分いるかと思います。で、この音はどこで使うかって言ったら、ビートで組み込むのもありですし、あとはクラブスクラッチっていう風な、こう震わす音を出すとき、あとはバブルスクラッチっていう音の時に、この二つの時に、こう、数巻き舌ができないと、できないんですよ。なので、ぜひ、これを習得したいっていう人は、今回のこの音を習得してみてください。じゃあ、早速、音の出し方を解説していくんですけど、まず、一個目に、吐いて出す巻き舌。これ、おそらく皆さんできるかと思います。これを、やってみてください。はい。この時の口の形で、それから舌の位置を覚えておいてくださいね。ちなみに僕の場合だったら、口の形はうの形。うの形で出してて、で、舌の位置は上顎につけて鳴らしてます。この2ポイント、全く同じことを今度は吸ってやってみてください。そしたら、っていうような音が出ます。これで数巻き舌の完成です。で、ここまで動画を見てまだ音が出ないっていう人おそらくいるかと思います。そんな人のために一個アドバイスがあるんですけど、吸う強さをどんどん変えてみてください。強弱ですね。で、変えてみたら自分が息強く吸いすぎてたとか弱く吸いすぎてたとかあると思うんですよ。で、ちょうどいいバランスが取れた時に、クーっていうような、こう、数巻き舌の音が鳴ります。なので、もし音が出ないっていう人、強くしたり、弱く吸ったりしてみてください。で、あともう一個付け加えとくと、余分な力を抜くことです。あんまり力みすぎてたら、音が出ないんで、ここも気をつけて出してみてください。はい、今日のボイパ講座いかがでしたでしょうか。また次回もボイパ講座リクエストとか答えてやっていくので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、See you next time. また次回もお楽しみに。